点とかいっぱい取ってる。お、いいね。試合とかは？昨日の浅川選手の試合に。お、見た。本当嬉しいな。負けた、引き上げちゃったんだけどね。たくさんシュートしたんだけどなかなか入んなくて、またあのコーチの練習するんで。ぜひ皆さん練習してください。例えば、こっちだったらこっちの方ね。こっちだったらこっちの方。前、トラップうまくなってる。おー、いいぞ。出た方向と逆にトラップするよ。え、右だったらこっちだし、こっちだったらこっちね。おー、いいね。はい、よく変えた。いいぞ。じゃあ右手で出したときは左足でトラップ。で、左手で出したら右足でトラップ。お、本当か。同じ矢印の立った方向でね、トラップ。はい。お、そう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 、お、いいね、いいね。そう、ナイス、シュート、ナイス。 OK。 数字を言います、こういう。で、言った数字のこの辺にファーストタッチしてパッパッパッ、右も左も使ってよ。あ、ナイス、 OK。 いいね。そうそうそう。じゃあこっちが1、こっちが2、奥が3、 OK。 いくよ。さあ、そう、ナイス、 OK。 さっきより良くなった。3、そうそうそう、ナイス、1、そう、 OK。 どっちかに、この中はダメだ、通れません。 OK。 コーチが数字を出す、どっかのタイミングで。オフザボールっていうのをすごい意識してるから、ディフェンスよりも早くボールに触れるとか、ボールを持ってない時間で動けるかどうかっていうのがサッカーの分かれ道だね。ちょっとした練習を今からやるね。シュート、おー、ナイス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 。おー、オッケー。あ、オッケー。一番最初にやったのは何だっけ、駆け引きやったよね、フェイントね。その後にシュートの前にこうフェイントしたよね、どっちかに。それを思い出しよう。 OK、 いいよ。そう、ナイス、そう、そう、そう、 OK、 そう、 OK、 ナイス。そう、いいね、いいね、いいね。お、いいね。作戦会議する？よっしゃ。よし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 。まず1点目。そう、お、うまい。お、危ねー。お、危ねー。さあ、よし。いやー、もらえる1ね。お、そう、うまい、惜しい。おー、ナイス、お、いいぞ、ナイス。おー、入った。うわっ、おー、ラッキー。オッケー、よーし。今日一番大事だったのは駆け引きなんだよ。で、最初はね、ボールを持ってるところの駆け引きだったりとか、あとは途中でね、オフザボールの駆け引きだったよね。で、コーチはそれを一番大事にしてて、小学校6年生の時、相手の視野からね、消えろっていうすごい言われたね。まあ、オフの動きをずっとやってたら今のプレースタイルになった。自主練だから2人でいるんだったら1対1してみるとか、でそういうところでちょっとね、うまくなって見てください。いいですか。じゃあ今日もお疲れ様でした。勉強になったことはオフザボールの練習です。駆け引きっていうものがあったから、試合で駆け引きっていうものを意識